極地メダルはイギリスの君主によって授与されるメダルの一つ。1857年に北極メダルとして制定され、1904年に現行の名称に改称された。北極メダルと称された北極に関わる賞の最初のものは19世紀に2回授与された。イギリス海軍の海軍本部は1857年にそれまでに行われた数件の北極探検。 特に1847年に北西航路の探索中に消息を絶ったさ、ジョン・フランクリン・ラ・フランクリン・遠征の一行の捜索活動などを対象にメダルを授与した。女王陛下におかせられましては、1818 18年以降1855年以前の期間に発見や探索を目指して北極地域で行われた複数の探検に関わったあらゆる職位、 階級のすべてのものにメダルを授与する命令を、麗しくもお下しになりました。北極メダルの2回目の授与は、1875年から1876年にかけて行われたイギリス北極遠征に加わった3隻の船の乗組員たちを対象に行われた。1904年、極地メダルがロバート・スコット海軍大佐の最初の南極遠征の参加者に授与された。 この時には、救援に当たったテラノバとモーニングの乗組員にもメダルが授与された。これに続いて、アーネスト・シャクルトンが率いた1907年から1909年にかけてのニムロド遠征や、1914年から1917年の帝国南極横断探検隊の参加者にもメダルが授与された。1968年までは、英連邦諸国の政府が送ったすべての 南極体験隊に参加した全員に対して極地メダルが授与されていた。しかしメダルの授与に関する規定が改定され、その後は個人としての業績が強調されるように制度が変わった。メダルはイギリス国民で両極地域における知識の拡大に協力して貢献したものか長期にわたってそうした知識の獲得の支援を卓越した水準で提供したもので、 いずれの場合においても危険で厳しい局地環境を乗り越えたものに対して与えられる。メダルはまた特段の困難の克服を考慮した場合にも局地探検の目的への支援を卓越した水準で提供したものにも与えられることがある。合計880個の銀メダルと245個の銅メダルが南極探検に関して授与されている。さらに十三個の銀メダルが 北極関係で授与されている。数人の受賞者たちは繰り返し極地探検に従事したことに対してメダルバーを授与されている。フランクワイルドとアーネスト・ジョイスは極地メダルに4本のバーを加えるという最多本数の記録を分かち持っている。上位に戦役法相、下位にイギリス帝国従軍賞がある。メダルは八角形で白いリボンがついている。 当初の北極メダルの裏面には三本マストの船が氷に閉ざされている絵柄が描かれていた。異型を制作したのはレナード・チャールズ・ウィオンであった。1904年からは新たにアーネスト・ギリックが制作したディスカパリー号を背景にソリを引く人々の姿が手前に描かれた図柄となった。メダルの表面には授与時点における君主の肖像が刻印されている。メダルは 当初、銀と銅の両方で制作されていた。1939年以降は、授与されるすべてのメダルが銀製となった。銅メダルは、南極遠征の救援船の上院に与えられており、北極探検に関係して授与されたことはない。オーストラリア政府は、極地メダルに変えて、1987年から、独自のオーストラリア南極メダルを授与するようになっている。 1996年、ニュージーランドは A 点制度の見直しを行い、ニュージーランド人は極地メダルの授与対象から外れた。同じ種子のメダルの制度は、ニュージーランドのメダルとして維持されることが提案され、ニュージーランド南極メダルとなった。この解消は、ニュージーランドが関わって、成果を上げてきたのが南極であったことを踏まえている。解消を提言した。 A 点制度についての報告書は、このメダルの名称が北極に由来するという誤解を踏まえていた。新たなメダルは、ニュージーランド女王によって2006年9月1日に、正式に制度化された。2016年、ニュージーランド南極メダルは、北極と南極の両方における活動で知られる、キム・クロスビーに授与された。ありがとうございます。